皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年4月の27日、朝の7時52分、サッカー日本代表 U23 の方たち、この間のカタール戦なんですけども、開始5分7分それぐらいの頃に、テレビをつける方法で、参加しました。最初つけたときは 1-0 でリードしてたんですけども、相手に一時期リードされて、そこから同点で延長戦で、最終的には4対2で勝ったと。そういうような、試合だったんですが、最初の、シュートの映像、その1得点目見ました。相手キーパーも動いて、ほぼ動いてなくて、で、ちょっとこう、やらせっぽく見えましたんで、そうじゃないかなという可能性がありましたんで、心の声で、選手の方が受け止めてくれたと思いますけども、双方本気でと。そういうふうな形で、お伝えしました。大会を開いている以上、本気で試合をしなかったら、これほどお客様に対して失礼なことはないと。で、実際お金を払って見に来ていただいている以上、そう本気でする、本気で試合をするしかない、なんですね。それで全力を出し尽くして、それで負けてしまった場合はもうしょうがない。だけども、こちらも本気で勝ちに行くと。そういうふうな状況ですね。だから途中から、双方本気になったみたいで。あとレッドカードがありましたからね、基本的に、こちらの方が一人人数、多い状態。その状態ですからね、勝つべくして勝たなければならない試合では、ありました。絶対的に。あと私が試合に取り組むと、解説席のフォローがなければ、髪の毛が、染めてる状態で表記されてる人たち、実際表記されてるかもしれませんけども、やっぱり、得点できてなかったと思うんですよ。細谷選手は髪の毛染めてなかったですよね。で、そういうふうなところは、世間にまず見せてはならないんですよ。海洋基本法違反ですから。昨年それ理由で、文部科学大臣、辞めてもらってますから。いや、辞めさせたと言った方がいいかもしれないですね。国会や、国会で、歴代の総理と言ってもいいでしょうし、他の大臣の方たちにも、淡井圭介は大臣と同格だと扱ってもらってます。ですので、そういうふうに、文部科学大臣、間違えた行動をされている方がいたらね、義務教育で習ったはずなんですよ。全員髪の毛染めてはダメだと。で、それすら守れない人間はね、神がかり的な力聞かせてね、やっぱりああいうふうな形になります。ですので、メンバーチェンジするときも体力云々とかあると思うんですけども、髪の毛染めてしまってる人、髪の毛染めなければいい。で、アシストに回るべきでしょうね。で、選手交代するときに、勝ちに行く以上、髪の毛染めたい人間で構成しなければなりません。他の試合見てもらってもわかると思うんですけども、例えばセンタリングでね、ヘッドで最終的には決めてるんですけども、むしろボールが、当たってるように、コーナーポストに当たって跳ね返ってきたところを、髪の毛染めてない選手の頭に当たって押し込んでると。普通の日本代表の選手の人たちに、これ何度も言ってるんですけども、ある程度の距離から、威力のあるシュートをとにかく枠の中に打ち込むと。そしたら、近距離であればあるほどキーパーの意図はキャッチできるかって言ったらまずできません。そこで、ほとんど弾きます。そこを他の、選手でしっかりと押し込むことができるかどうか。これを、
お伝えしています。もちろんカウンターとかいろいろあると思いますよ、その時その時の状況で。で、一時期日本代表戦で、以前のワールドカップの頃かな、ワンタッチプレーのパス回し、まあそれもしっかりと練習しておいていただきたいですね。本番まではまだたっぷり時間ありますので、練習はしっかりできると思います。まあトラップをするんじゃなくて、パスが来た瞬間もうそのまますぐパスを出すと、だ早いパス回しで、これは中央の陣形でもある程度の人数がいれば、これパターン噛み合えば、それを行われたら、どこの国の、まあ、選手も、そのパス回しには ついていくことができません。まあ、難易度高いんですけども、それをしっかり行うことによって、相手、ディフェンダーなど、ミッドフィールダーの人たちなど、完全に、行動不能に、できますんで、そういうような、中央突破の仕方もありますし、まあ、ある程度、ミドルシュートも、打っていくべきであると。そうすることによって、ある程度中央の方に相手選手が寄ってきますので、両サイドが空いてくる、センタリング、上げやすくなる。無理な体勢でセンタリングを上げてるから、精度の高いセンタリングは、上げれないという状況があるだけであって、やっぱりフリー、完全なフリーな状態とか、1対1ぐらいとかだったら、ドリブル突破をした後センタリングを上げやすいと思います。その時に各選手の動きが見れていればね、どこへセンタリングを出せば、上げれば、ピンポイントパスと言ってもいいと思うんですけども、しっかりと、選手の方も打ちやすくなる。難易度が、シュートを打つ選手の難易度が下がれば下がるほど、やっぱり得点できる確率は上がりますんで、まあこの辺のところは技術的なところですね。まあそのあたりの練習をしっかりと、しておいていただきたい。まあ動き自体は悪くないと思いますね、本気でプレーしたとき。まああとは、サッカー界のルールはどうなってるか知りませんよ。それよりも世界の治安などの方が上ですんで、まあ髪の毛を、染めてはならないと、私に言われている以上、髪の毛を染めてはなれません。コンピューターグラフィックでも、もともと髪の毛を染めてない人間が髪の毛を染めてるように表記されるのもなしです。これは FIFA として対応してください。できないでは済まされません。世界中に与えている悪影響は大きすぎます。もともと髪の毛染める、これはエネルギーの残存量問題と直結します。髪の毛を染めるような薬品を一時販売していたら、製造工程であったり、運搬過程であったり、エネルギーを損失するんです。石油だとか、運搬の時は。あと、生産の時は、電気などであって、で、その電気の元はガスであって、天然ガスの7割以上は石油を揮発したものであって、まあ石炭の場合はありますでしょうし、ウラン鉱の場合もあります。この辺のところがね、きっちりとできているかできてないか。もう白髪になった人も髪の毛黒く染めたりするのもなしですよ。白髪になった人は、まあ私もよく見てもらったらこの辺り白髪あると思うんですけども、白髪の人を見たときにね、まあ会話として、随分今までご苦労されたんですねっていうような会話がありますから、まあ世の中、老人の方への気遣いなどがあると。まあこういうことになってくるんです。まあいろいろ法律の部分でも難しい世の中で、他者の人たちから、ああ言われました、こう言われました、っていうのがやっぱり国会議員の方たちにもあります。で、どうしても抵抗できない部分などがあって、党という組織に入ることによって。だからすることを間違えてしまうとか、しっかりと弾き返すことができない。そういうふうなことが、多々あって、まあ、政治倫理審査委員会というような形になっています。まあ、それと同じなんでね、もう二十歳超えて髪の毛染めてるようじゃお話になりませんので、そのあたりきっちりと、皆さん対応してください。それは、もう各試合がそうなんですけども、世界中、どこの国の人たちも、
真剣勝負で試合してください。本気で試合をするということです。まあ、真剣の意味のところでね、殺し合いに近いような状態の意味とかではなくて、しっかりとした、試合を行うと。で、両チームがしっかり勝ちに行くと。その中での、結果ですよと。そうじゃなかったら、養生試合になるわけじゃないですか。だからまあ、まあ、相手キーパーの方が、カタール戦では、レッドカードになりましたけども、まあ、ボールを、弾きに、ヘッドで弾きに行った時に、日本人選手に蹴りを入れてるわけじゃないですか。普通ジャンプするときああいうふうな行動はしません、自然とああいうふうな形にはまずなりません。右足だけああいうふうにね、腹部を蹴るような形で。で、それはやっぱりしてはならないことであって、多くの一般人が、見たり、まあ、小中学生の方とかでしたら、後で YouTube で見たりだとか、まあ夜中の試合でしたから。まあそういうふうなね、まあ高校生も含めて、状況ですんでね、していいことと悪いことがありますんでね、特にラフプレー、これはしっかりと、気をつけましょう。ユニフォーム引っ張ったりだとかね、ああいうふうな行動っていうのはやっぱりしてはなりません。その、まあ最終的に、例えば、相手フォワード選手とか、まあ、もしくはこちらが、フォワードがフリーになるような状態で、打てるような状態の時に、強引に、まあ、ディフェンダーの人が、止めに行ったりとかするとか、倒すような形でね。まあ、あれぐらいは、ある程度はしょうがないと思います。ただ、その、相手選手が、こう、怪我をしてしまうような形で止めるんじゃなくてね、まあ、止め方にもいろいろあるとは思いますけども。まあ、あと、まあ、その蹴り入れてるシーンのところはね、審判の方に私が心の声で伝えました。ビデオ判定ですと。これでもう先ほどスローで、こちらの方でビデオ判定で見ました。明らかに腹部に蹴りが入ってますと。キックをされてますと。ここであなたがしっかりとしたジャッジしなかったらあなたが訴えられますよっていうことをお伝えしました。当たり前です。世の中裁判で負けた人なんか、ものすごい数いますんですから。だからまあ、その辺気をつけていただいて、特に髪の毛染めてる人たちでも、ただ見よ、まあ、どちらの比率が高いかっていうと、やっぱり髪の毛染めてる人たちの方が強引なプレー多いですね。だからその辺のところでプレーの仕方、試合の仕方、行動の仕方っていうものを各自でしっかりと修正すること。まあ、とにかく J リーグの試合とかでもね、普段からそれを心がけること。あれは海外戦ではファールになりますよと。イエローカード出たりしますよと。そういうようなことをね、しっかりと対応してください。その強引な止め方がね、スルーされることによって J リーグ国内で。それで選手のレベルが下がってしまうんですよ。そういう止め方でいいっていう考え方で、慣れてしまうから、相手選手の位置とかに対して自分が今ここにいなければならないとかが、これが変わってきてしまうんですよ。ずれてるんです。それをしっかりと修正しておいてください。もうとにかく、J リーガーの人間、全員髪の毛染めてはならない。淡井圭介さんに言われたんだから染めてはならない。こういうことです。代表戦の試合を、まあ、結局は、まあ、僕がやっぱり取り行うような形になってますんでね、その辺の対応ところ、しっかりと対応してください。まあ、まだ今その言葉でちょっと法令線が出てる以上、まあ、まだ対応しようとしない連中とか存在するんでしょうね。やめさせますよ、 J リーグ自体から。あまり態度悪いんだったら、大人として当たり前のことができないんだったらね、それをフィファーからああ言われてる、こう言われてるがあるんだったら、そのフィファーで言ってきてる人たちの名前教えてください。それは組織委員会の人だったとしても。もう横領事件として扱いますから。していいこと、テレビで放送していいことと悪いことがあるでしょと。
それ区別つかないんだったら審判の人たちも同じです。払わせますよ。賠償金。当たり前ですよ。みんなの国民の税金でスタジアムを作ってるんですから、どこの国も。まずありえません。民間企業が。まるまる全部お金出して、その固定資産税払って、球場の維持費。これはもう世界中、各国、どこの国でも行ってください。過去リーグ内の中でね、卑怯な行動をして、金稼ぎ、してる人間ほど見ていて腹立たしいことはありません。これは挑発行為に、つながります。そこから刑法でね、いろんなところを当てはめていくと、最終的には組織的犯罪になって、政府が押収できることになるんです。会社丸ごと。で、まあ、あとは、エネルギーの残存の問題で、解散。当たり前です。多分、秀和株式会社という会社も、法律たどっていって気がつきました。なぜ警察官の人たちが何を働きに来てるかっていうこと。その刑法の方から物事を進めていって、多分会社はだいぶ前から、もう2000年以前から、会社丸ごと押収されてますね。ただそこで働いていた警察官の人たちも、違法行為に走ってしまう。その勤務者を長時間労働で働かせてしまうと。まあ、そういうふうな部分がありましたんでね。あと、他にも働かせ方で、問題が多々あります。それはたくさん多くの法律を身につけてないまま、その店長や課長になってしまってるっていう部分が、そこは大きな、部分であって。まあ、ある程度40代でも体鍛えようと思ったら鍛えれますからね。やっぱりそれ相応の年齢の方が、店長など、役職になって、それまでに、いろんなことを経験してきて、していいことと悪いこと、区別ついてる人間がね、店長課長にならなかったら、刑法から辿っていくと、まあ、行政指導をね、何回も受けて、それに対応してない会社は、会社が丸ごと押収されるんですよ、国に。で、もう必要ないっていうところは、もう倒産という形にします。ですので、まあ、それぐらい髪の毛染めないことぐらいはね、まあ、J リーグのチームなんかいっぱい余ってますから、2リーグ制、12球団、それ以下までにしてもらわなかったら、これ話になりませんので、もう、あまりにも言うほど、しっかりと受け入れないところは、しっかりと、国の方が行政指導していただいて、まあ、次々、会社を押収させていただくと、まあ、こういうことになってきます。以上です。皆さん協力をご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、髪の毛染めないぐらいね、根性いるかっていうと全くいりませんのでね。あとは、世界のルールでそういうふうに、言ってきてる人間がいるとか、そういうことってあればね、それ告発してください。もうその人たちを、それこそ、いろんな国からの行政指導で、複数行政指導されたということで、会社丸ごと押収させていただくだとか、まあそういうふうな話になってきます。まあもちろん罰則金とかもつきますよ。で、まあこういった話の内容をしっかりと国会議員の方たちとか、まあ、放送会の方たちに、広げていただいて、これはマスコミの人たちにもその方向で動いていただいて、で、まあこういった内容をね、青井さんがこういうふうなことを本気で言っていると。で、まあ、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定が分からなかった身の回りの方に聞いていただいて、私の動画がね、アップロードされた時に着信ロードが、着信設定、していれば、通知が来ますんで、これ見ておかなきゃまずいなっていう内容のもの、私のも上げていきますんで、身の回りの方にもね、青井さんの動画見ておいた方がいいよと。で、メモするところは自分でメモしておくと、ノートに。社会全体どこでもそうですよ。一般の会社でも押収されてる会社いっぱいありますから。で、そのまま、まあ、過剰生産になってるところあれば、もう廃業と。いうような形に持っていかれます。これは昔からそうしてるんですよ。人口はずっと減っていってますから。
変な過剰競争が起きてますから。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。